皆さん、こんにちは。桜チップスは日本語リスニングのポッドキャストです。There is transcript in Japanese and English on my website. 今日のテーマは野菜についてです。皆さんはどれくらい野菜を食べますか野菜が好きですか 私は毎日野菜を食べています。料理をした野菜だけでなく、サラダなどの生野菜も食べるようにしています。これはみんな知っていると思いますが、野菜はとても体にいい食べ物です。とても 健康的です。野菜を食べると健康になれるだけでなく肌も綺麗になります。またアンチエイジングにもいいです。私はよく健康とか肌とか 最近はアンチエイジングについても調べたりしています。そこで必ず出てくるのが野菜を食べようということです。そして野菜も料理をした野菜だけでなく生野菜、生の野菜がいいそうです。 なのでできる限りサラダを食べるようにしています。あとアボカドもいいですよね。日本ではアボカドは少し高いです。ですがなるべく毎日食べるようにしています。おいしいですよね。 私の好きな野菜はトマトとナスです。基本的に野菜は好きです。ただ、キノコは食べることができません。なので、キノコ以外の野菜をたくさん食べています。 野菜をたくさん買って冷凍保存したりもしています少しずつ使って毎日野菜を食べています皆さんは毎日野菜を食べていますかそれでは今日はこの辺で終わりにしようと思います I have an online community for Japanese learners. If you want to join a Japanese community and make friends who are learning Japanese, come join us. And I made a Japanese speaking textbook. If you want to learn daily natural Japanese conversation, it's definitely for you. Every phrase has audio so you can improve your listening and pronunciation as well also if you enjoy this content please consider donating as a way to support me check the description box jaまたねー